なるほど、名言が。俺の笛を聞けど、ええ、笛を聞かせていただきましょう。そうですね、聞こえそうな匂いがしてきますね。聞こえそうな匂いが、ええ、立ち台系開幕って何なんだろう、何か意味があるんだろう。何かあるんですかね、今楽。あの開幕移動捕獲やろうとして失敗したとかそういうなんかありがちな話じゃないですか、ね、そういう落ち着きたいですね、うん、さあそこからさあガードからの EX ビンタ、ドゥーン1回で突進、さあもう1回ドゥーン、もう1回俺の笛聞けと言わんばかりの防御力アップ、防御力アップもうカチンコチンですね、カチンコチンですね、これでピヨっても心配ないっていう。おお、上りプロからの投げ、投げ端っこから逃がさないよと。おさあここで笛の防御力アップがうまく機能して手の1本ですね。そして腹部がマックス、腹部マックスですね。さあタムネクロ、ここで特に反撃はなし、特に反撃はなし、これがエレク強いですからね。そうなんですよ、あの位置だと、あの位置だともう本当に確定する SA なんて限られたもんでしょう、さあ端っこ、今度は鳥かごはタムネクロの番か。おーっと前、おっとおっと、コパンが使ってしまう。狩猟部への防御力アップがうまく出すことができないですね、うん、おーっと、これはハイジャンプか、ハイジャンプキャンセルの匂いが。さあここでドゥーンからの、おお、最低空中継、素晴らしい、さすがですね、さすがですね、さすがですね、この笛使いはできますね、えー、えー。